尾君。国民民主党の山尾詩織です。前回ですね、中国にある日本の大使館における、中国人の職員の採用について、中国共産党の方であるというリスクもあり、ぜひ再検討してほしいというお話をしました。その際にですね、茂木大臣の方からは、それこそ映画の中で清掃員が、スパイのような役割を果たしているというような事例も出てきまして、映画の話です。で、改めてですね、私、その現地職員282名採用されている中で、どういう手続きで採用され、どういうお仕事をお願いしているのかということを、やはりしっかり把握したいというふうに思いました。お手元の資料をご覧ください。これは在中国日本大使館における中国人職員の募集要項、ホームページに記載されている、もう誰でも見れるオープンソースです。ここ、資格9応募資格のところの括弧9にですね、北京外交人員人事服務講師で手続き後、すぐに勤務を開始できることというふうに、資格が設定をされています。つまり、日本大使館で働く中国の方は、この期間の手続きが必要だということですけれども、これ、役所に伺います。北京外交人員人事服務講師とはいかなる期間でしょうか、そして手続きとは具体的に何でしょうか。石川大臣官房長。はい、お答え申し上げます。まず北京外交人員人事服務コンスでございますが、中国外交部傘下の国営企業でございまして、北京に拠点を置く外国高官、メディアなどに派遣する中国人職員を管理する組織であるというふうに承知をしております。それからご指摘の手続きでございます。在中国大使館において雇用される中国人現地職員は、採用にあたりまして、今のご指摘の北京外交人員人事服務コンスに登録する手続きを行っておりまして、ご指摘の手続きというのはこの登録を意味するものでございます。山尾詩織君。中国外交部傘下の国営企業ということでありました。そしてその手続きというのは登録であるということで、言い換えれば、中国外交部のお墨付きをもらえた人だけが日本大使館で働くことができるというふうに理解するのが常識だろうというふうに思います。業務内容なんですけれども、ここのホームページにあるように、査証義務に関するパソコンによるデータ入力というような、具体例が引かれて、ビザ関連業務ですね、査証関連業務というふうに募集がされています。282名のうち何名が今このビザ業務に関わっているんでしょうか。石川大臣官房長。はい、お答え申し上げます。在外交官におきましては、査証業務は主に領事班に所属する職員が担当しております。在中国交換における現地職員の定員は、委員ご指摘のとおり合計282名でございますが、令和2年5月時点で、そのうち領事班に所属しているのは合計110名でございます。このうちの全員が査証業務を担当しているわけではございませんが、その多くは査証業務に携わっているという状況でございます。山尾詩織君。110名のうち多くが、ビザ業務に携わっていると、明確にお答えいただいてよかったというふうに思います。で、先ほど浦野委員も質問してましたけれども、やっぱり中国政府のお墨付きをもらっている中国の方が中国にある日本大使館のビザ業務にこれだけ大量に関わっていたら、亡命なんてもうほとんど絵空事だというふうに質問聞いていて思いました。ちなみに、この査証業務のデータの入力事務というふうにありますけれども、データの入力項目って何ですか。森領事局長。お答えいたします。委員お示しになった資料の中の査証業務に関するパソコンデータ入力でございますが、これは、領事事務情報システム上の受理入力というふうに申しまして、もっぱらバーコード化された査証申請書記載情報、これをバーコードリーダーで読み取ると
あるいは旅券情報についてパスポートリーダーで読み取るということとなっております。またこのほかにパソコン上の入力といたしましては、例えば査証収入金、ビザを取得したときに支払う手数料で得られた金額ですけれども、この種別ですとか件数について報告書の中に入力をするということになっております。山尾しおり君。そうするとやはりそのビザの申請事項とか、パスポートに記載されている内容とか、かなりその、人物を特定できるような内容だということだと思うんですけれども、このビザ業務に携わっているその中国の職員の方には秘密保持義務というのはかかっているんでしょうか。そしてそれに違反した場合のペナルティは何なんでしょうか。石川大臣官房長。はい、お答え申し上げます。外務省では中国に限らず世界中の在外公館におきまして現地職員を雇用しておりますが、情報防護を含め秘密保全体制の点検徹底に万全を期しておるところでございます。これ以上の詳細を明らかにすることは我が国の活動の一端を明らかにする恐れがございますので、お答えすることは差し控えたいというふうに思っております。山尾しおり君。ちょっと耳を疑うんですけれども、万全を期していると言いながら中国で採用している中国職員の方に秘密保持義務を課しているか否かという質問にもお答えいただけないのはおかしいと思います。再度問います、秘密保持義務はかかっているんですかいないんですか。石川大臣官房長。はい、お答え申し上げます。すでにお答えしたように外務省では中国に限らず世界中の在外公館におきまして現地職員を雇用しておりますが、各種契約や内規等を通じまして情報防護や秘密保全に努めると同時に、我々自身の実際上の措置を通じて情報防護や秘密保全の徹底に万全を期しているというところでございます。山尾しおり君。これ秘密保持義務かけてないんじゃありませんか。これすべての国にといいますけれども、中国には2017年国家情報法施行以降ですね、中国の全国民に対して国家の情報活動に対する協力義務がかかっています。いかなる組織及び国民も法に基づき国家情報活動に対する支持援助及び協力を行い、知り得た国家情報活動について秘密を守らなければならないという第7条で規定をされています。これに違反した場合には15日の身柄拘束及び犯罪に当たる場合にはこれ犯罪として認定していくということも書かれています。じゃあ聞きますね。日本大使館で働く中国人職員にもこの義務、つまり中国の情報活動に対する協力義務はかかっているんじゃありませんか。いかがですか。石川大臣官房長。はい、ちょっと突然のご質問なので、正確性があるかどうか分かりませんが、いずれにせよ中国においてのその中国の国内法というのは、中国の国内法についての解釈についてちょっと今ここで直ちに申し上げることは困難でございます。山尾しおり君。ちょっとですね、中国における中国人職員の採用してもね、秘密保持には万全を期していると言ったその口でですね、これ多くの識者が指摘をしているこの中国情報法、国家情報法の義務がやはりそういう方にもかかっているのかどうかも答弁できず認識してないというのはこれいかがなものかと思います。大臣に聞きます。今の質問でもしご知見があればということと、先ほどの話なんですけれども、やはり中国人を万全を期して採用しているというからにはですね、日本政府としてきっちりと秘密保持義務をかけているのかいないのか、そこはお答えいただく必要があるし、それを隠すことに何ら国益上の利益見出せないんですけれども、お答えお願いします。茂木外務大臣。情報管理極めて重要だと思っております。最近さまざまなですね、情報の流出事案というのも別に、大使館という話ではなくて起こっている状況も踏まえなければいけない。そういった中でですね、一つはそんなというか極めて機密な情報、それと一般的な情報と、これはあると思います。そこはですね、
レベルを分けながら、まあ、当然ですね、情報管理の厳しさというのも考えていかなければいけないと思っております。日本銀行の金庫とですね、各家庭にある金庫で同じ堅牢さが必要だとは私は思っていません。本当に必要な機微な情報についてはアクセス制限含めてですね、しっかりした対応が必要だと考えております。山尾詩織君。当たり前のことを言っていただいてますけれども、その当たり前のことができていないということがやはり明らかになっていっているわけですね。まあ、中国に限らずとか大使館に限らずとかおっしゃいますけれども、私たちが今ここで問題にしているのは中国にある日本の大使館における中国人採用の問題をしています。そして内容はビザ業務だということで、極めて機微にわたる情報を、まあ、その人たちの手に委ねているということも明らかになりました。そして中国政府によるですね、その家族ぐるみの人権弾圧の、リスクを背負っている人たちも今おられて、そういう人たちにとってはまさにセンシティブ情報でありますし、裏を返せば中国政府にとっては当然欲しい情報なわけですよね。その上で先ほど申し上げたように国家情報法 の、 その中国の情報活動に対する協力義務がかかっているわけですから、これ別にその人たちが悪いということではなくてね。でさらにその人たちと秘密保持義務を結んでいたとしても当然それは中国の方ですから国家情報法上の義務の方が上回る、そういう判断して当たり前だという前提に立っていただく必要があると思います。こう考えていくと本当にちょっと中国における中国人の職員の方を日本大使館で採用していく、しかも100名以上、ビザの業務に携わっていただくということをちょっと見直していただきたいんですけれども、大臣答弁を求めます。茂木外務大臣。おそらくビザの発給にあたってもですね、そのプロセスであったりとか、どこまで機微な情報に触れるかというのはあるんではないかなと思っておりますが、山尾委員の方からご指摘いただいたことについては、重要なご指摘だと思っておりまして、どういう対応が今後必要かと検討してみたいと思います。山尾詩織君。はい、ぜひ早急にお願いをいたします。あともう残り時間少しですので、今日ミャンマーについて各議員からさまざまなお話がありました。私もオンラインを含めて見させていただいておりました。その上で、2点お伺いをします。1点、日本政府として昨年の選挙についておおむね平穏に投票が実施された、おおむね民主的な選挙が行われたという答弁ありましたけれども、結果に影響を与えるような不正の有無についてはいかなる評価を下しているのか教えてください。そしてもう1点ですね、国軍との対話の継続はやっていただきたいんです。ただ一方でやはり NLD 側との対話をやってるかどうかも言わないという状況はちょっとバランスを失すると思うんですね。むしろ民主的正当性を持つ NLD 側との対話もやってるということを言っていただいた上で、国軍との対話こそ本当は水面下で、結果を出してほしいというふうに思うので、ちょっとそこが逆さまの PR になっているのではないかなというふうに思ってます。この2点についてちょっと時間が押してますので、すいません、答弁お願いします。茂木外務大臣。おおむね平穏に投票が行われたと思っております。そして、ミャンマー側に対してはさまざまな主体とのやり取りを行っております。山尾詩織君。2点ともね、はっきり答弁をいただけないと、やはりその選挙の結果に、結果に影響を与えるような、不正がなかったということが、坂川さんのレポートだったと思うので、そこまでは言っていただく必要があるのかなというふうに思いますし、いろんな人と対話をしているというのではなくって、国軍とはやってるということを言ってるんですから、むしろ NLD 側ともやってますということも、これ、言っていただかないと、やはり日本政府の立場として、おかしなものの見方をされるというふうに思いますので、今後、その NLD 側との対話をどのようにしているというふうに発信をしていくのか、ご検討ください。茂木外務大臣。こういった状況においてですね、相手側の安全の確保もしなければならない、そのことはぜひご理解ください。言ったことによってですね、その相手に危険が関わってくると、こういう状況もある、そういうギリギリのですね、さまざまなやり取りをやっているということはぜひご理解ください。
山尾しおり君。当然そういう点もあるんでしょう。ただ、発信の仕方によってはその国軍の側との対話はホームページ上で大きくアピールしているわけなので、やはりもう一方の正当性のある側とのチャンネルがありますよということをしっかり公表していただくという術はあると思うのでご検討いただきたいと、そういう趣旨であります。以上です。次回は来る7日水曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて再開をいたします。